ちょっと夜寝るときに。じゃない。どこに行くんだろうってのは子供の頃から大変ずっと考えてて。考えますよね。なんとかしようと今してます。なんとかなんないかな。自分の力でなんとかできるものなのか。時代を待たなきゃいけない、ね。無に戦いを挑むわけですよね。死ななきゃいいんだよねって思うんだよね。ちょっと待って、ちょっと頭がおかしくなりそうだ。どういうことだ。つまり、この業界、若い人が多い。ずっと大工もそうだよね。なんか、少年の役を演じてれば、はいはい、若さが保たれる説があって、ずーっとやってればちょっとは止められるんじゃないかと、老化とか。で、それをまず信じてやってるのと、あともう一つ待ってるのは、電脳世界。電脳世界？意識ってじゃあどこだって言われた時分かんないじゃん。はい、はい。で、それをもしどっかに保存できたら、保存っていうか映せたら、はい、もうその中で多分一生生きられるだろうな、みたいな。魂的なものを、その違う何かの器に移して、そう、何か物質があるとしたらだけど。生きられるんじゃないかな。ないかみたいな。すごい夢だ。それはすごい夢がありますね。未来的な。コピーは多分厳しくて、こうちゃんと、こうちゃんとそれは一緒ですかね。大体一緒。あれちょっと違う、ね。あれちょっと待ってください。ずっと生き続けたいってことですよ。死にたくない。じゃなくて、何かこう生きている証を残したい。あ、でも死にたい。あ、まあもちろん死ぬのは怖いです。ほら、死ぬのは怖い。ほら、ほら、大体一緒。大体一緒かな。でもね、ちょっと今言いくるめられてる気がする。スーパー矛盾すること言っていい？はい。最終的にね、やっぱ死ぬんだよ。みんなね。もう